買い寄せ雪磯の買い寄せ屋螺鈿の箱に文一葉雪磯の買い寄せとは陰暦2月20日前後に吹く強い西風。陰暦2月22日に行われる聖徳太子を祀る四天王寺の正陵へ、聖徳太子に備える造花の材料である貝を大阪住吉の海岸に打ち寄せる風という。この貝は龍神から聖徳太子に捧げるものと言い伝えられている。貝を吹き寄せるから貝寄せ、言われを聞けば何とも風雅な。砂浜できれいな貝を拾うのは嬉しい。何年も前に拾った桜貝など今でも小さな瓶に入れて取ってある。今なんて言ったの？どーっと貝寄せ。昔読んだ漫画にこんなのがあった。いつも一緒にいるけど友達としてしか見てくれない彼氏、田舎に本命の恋人がいる様子。なので彼女は好きとは言えず友達として明るく振る舞うのだが、内心は苦しくてたまらない。ある日二人で海に遊びに行くと、ものすごい強風に声が引きちぎられて、喋っても何も聞こえないほど。そこで聞こえないと思って彼女は叫ぶのだ。あなたのことが好きだと。でも実は聞こえていて、後日ごめんと言って振られちゃうんだけど、何やらユーミンの潮風にちぎれてなども思い出し、失恋の物語として洒落ているなと今でも印象に残っている。ところで海といえば、私が住むのは海なしの県。そういえばずっと海に行ってない。ユーミンの曲でも聴きながら海までドライブしたいなと思うこの頃です。雪磯の季語貝寄せ天文春。